フィギュアオランダペアが、鬼殺隊に、にワワルシャワハイでの鬼滅の滅刃プログラムに反響。ポーランドで行われたフィギュアスケートワルシャワ杯に、鬼殺隊が牽斬した20日のアイスダンスフリーで、オランダのペアが人気アニメ、鬼滅の刃の登場人物を彷彿とさせる衣装で登場、さらに作中に登場する楽曲に乗せて演技を行った、ネット上では素敵、ものすっごく嬉しいと反響が広がっている。 しのぶ風の衣装を背中にメツ」の文字日本からは村本哉奈選手高橋大輔選手のペアが出場したアイスダンス。 20日のフリーでは、オランダのハンナ・ヤクウチ選手とアレッシオ・ガンリ選手のペアがコンセプトで見せた。ヤクウチ選手は、鬼滅の刃に登場する女性キャラ、古城忍が着ている羽織風の淡い水色とピンクが印象的な衣装で表情入り、一方のガンリ選手は、背中に「滅の字が入った、鬼殺隊の体服を彷彿とさせる黒ずくめの衣装で登場した。プログラムでは、アニメで使われたかまど炭治郎の歌や、グレンゲなどをアレンジした楽曲の元滑りを披露。フリーの得点は 2 21組中73.61番目となる点だった二人の衣装そして滑りを見たツイッターユーザーからは「わお素敵き」「誇張婦人や内会ものすっごくうれしい」「オランダでも鬼滅人気なのね」などの反応がプログラムに使用してくれて「ありがとう」「日本の作品がこんな風に使われるのはやっぱり嬉しい」といった声も聞かれた。